校には素敵な場所がいっぱいあるもの。妖精さんまた来てくれないかしら。ありがとう妖精さん、来てくれたのね。もしよかったらチョークを取って椅子の場所を選んであげて。そうでないとみんな迷っちゃうわ。まあまだお預けかな。せっかく妖精さんと友達になるんだ。みんなの案が揃ってから選びたいからな。だろうルーリンズ。妖精さんの椅子の場所、みんないろいろと考えてくれたみたいだね。でも枚数が足りないような。あ、あったあった。図書室の2階だよ、ハマ。これはニルスかな。小さい頃はあそこで本を読んでばかりいたからな。あれ？まだあるのか。礼拝堂のデッキだよ、ハマ。そういえばあそこには昔から安楽椅子が置いてあったな。校長先生がそのままでっておっしゃってた。あの椅子の隣に置くってことかな。これで揃った。あとは選ぶだけだけど、こりゃ難しいな、ルーリン2。みんな思いのある場所みたいだし、妖精さんにもよろ。書き出すとなんだかワクワクするね。妖精さん気に入る場所があるといいけど。
見たかい、ルーリンツ。ああ、見たとも。妖精さんが選んでくれたんだ。